こんにちは、ピタエレです。今回は PS 第5弾年代評価をしていくぞ。皆さんプロスピエイヤーってありますでしょうか？それでは本日もよろしくお願いいたします。八木、パワースプレー、消防でパワーへ行かの A 評価。田中、守備で浴槽力も高い、守備は最強格 A 評価。三浦、タイピンあるものの球種がきつい B 評価。大竹、タイピンあるものの変化球に変化量があまりないのがきつい B 評価。青木、ミント82の広角中弾道、ヒットは打ちやすそう A 評価。森野、高能力ライドラ、坂倉よりもパワーが高い S 評価。水口、低弾道、つなぎ役なイメージ C 評価。小野、もう少し変化量欲しかった C 評価。美穂、スラカットはできる B 評価。藤田、守備 A の低能力ライドラ、守備型の要因 A 評価。大石、この球種でどう抑えろと B 評価。森本、守備が全て B 以上、使い道はありそう A 評価。いかがでしたでしょうか？欲しい選手がいれば40連盟にスチーム確定があるため、そこで狙っていきましょう。この動画が役に立ったという方はぜひチャンネル登録お願いいたします。それではまたね。ご視聴ありがとうございました。今後も様々な動画を配信していくので、ぜひチャンネル登録お願いします。では次回の動画でお会いしましょう。